うわー、聞くぞこれは。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋するとどうしても首が痛い、お腹に効かない、そういった方におすすめな腹筋メニューを紹介していきます。今回はタオルでもいいんですが、できればバスタオルを用意してください。5秒間待ってます。5、4、3、2、1。それでは解説していきます。バスタオルを使うことによって上体を上手なアーチを作ることができます。手はどうしても頭とか首持ってしまうと脇がギュッと締まって腕に力が入ってお腹よりも頭をついつい動かしてしまうんですね。そうなると首が痛くなる、お腹に効かない、だけど手の力がないと首が疲れてくる。今回はへこませる側、腹横筋を使うメニューを紹介していきます。20秒の腹筋メニューを紹介していきますので順番にこなしてください。今回も一緒に頑張っていきましょう。それでは紹介します。まずタオルは置いといて上向きで寝てみてください。体をちょっと上に引っ張って、こうやって浮いてる腰の隙間をちょっと埋める感じでお腹引っ込めてみてください。このお腹の薄さっていうのが腹横筋を鍛えることによって立ってる時も保つことができます。まずタオルを敷きましょう。タオルの上に寝ます。タオルの端っこを持ちます。足を伸ばします。自然にタオルを上に引っ張りながら上体を起こします。これで20秒キープです。順番にきつくなりますんで少しずつねやっていきましょう。腹横筋を鍛えたいので息はしっかり長く吐いてください。お腹をどんどんへこませるイメージです。20秒いきましょう。いきます、スタート。このままタオルを上に引っ張りながら自然に上体を起こします。ちょっと上向くぐらいな感じですかね。これでキープ。ふーっと長く息吐いてください。あと少しです。はい、 OK。 次は今の上半身を作ったままで足を少し浮かして、これでキープ。足少し開いて楽にしてください。いきましょう、スタート。これでキープ。手を上に伸ばして、無理にね頭を起こさず自然に頭の重さをねバスタオルにかけてください。これでしっかり息吐いて、はい、 OK。 はい、頭を起こして今度は足をゆっくり動かします。つま先少し開いた方がいいです。いきましょう、スタート。こういう感じで、あんまり足早く動くと腹直筋になるんで、しっかりゆっくりね動かしながら息長く吐きます。タオルで体を起こして、はい、 OK。 膝を90度に曲げた状態でタオルで上体を起こしてキープです。息長く吐きます。いきましょう、スタート。タオルをしっかりね引っ張って補助しながらキープ。息を長く吐きます。頑張って、はい、 OK。 ラストはタオルをちょっと長めにします。体を下にずらしてバンザイする感じでタオルを持って足を伸ばして、お尻でねタオルを振り付けて、このまま体を起こしながら揺れます。こういう感じで最後20秒頑張っていきましょう、スタート。はい、揺れるハンモックのように、しっかりね頭上向いた方がいいです。頑張って、はい、 OK。 うわー、聞いた。お疲れ様でした。今回バスタオルを使うことによって頭を自然に起こした形を作ることができます。ただバスタオルを持つことによって負荷が上がります。なぜかというと首から上に手を上げているので手の重さがお腹にかかってしっかり腹筋の奥まで効かすことができていきます。簡単なのによく効くこのねタオルを使った腹筋メニューやってみたよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.